北関東女子1600メートルリレー決勝です。北関東の大会記録は3分44秒59群馬の新島学園チームの持つ記録です。さあこの北関東の決勝進出の8チーム、オーダーをご紹介いたします。第2レーン国際学院埼玉、小川しおりさん、大久保さやかさん、小林理香さん、小笠原遥さん。第3レーン新島学園群馬、清水里乃さん、桜井杏樹さん、武井智香さん、寺島穂乃さん。第4レーン国学院栃木、栃木、鈴木美咲さん、永瀬恵美香さん、高島七海さん、高橋萌さん。第5レーン翔平埼玉、上野日月さん、倉田うなさん、八代若葉さん、石澤真也さん。第6レーン埼玉栄埼玉、塩見美琴さん、吉田潮さん、大野瑞奈さん、鈴木和葉さん。第7レーン共愛学園群馬、田中清野さん、篠田佳林さん、清水夏美さん、中条柚月さん。第8レーン太田女子群馬、田代千恵さん、上坂桜子さん、木村玲奈さん、伊田玲奈さん。第9レーン土浦湖北茨城、生西恵里さん、小西あゆみさん、成田茜さん、土屋晴美さん。以上の9チームによりまして北関東女子 1600m リレー決勝です。そして太田女子は本日 100m ハードルで優勝している田代さんが1走。さあ群馬の2チームが競っていますが、さあ真ん中の3チームか。さあ共愛学園がまずはバトンを渡しまして、そして埼玉栄チームほぼ同時、太田女子、そして内側地球が高級、そして内側照明と国学院栃木、新島学院あたりはほぼ同時です。さあ先頭争いはまずは群馬の2チーム、太田女子の上坂さん、そしてそれを先行いたしますのは篠田佳林さん、共愛学園。篠田さんは 200m 競争で2番目に入りました。そして 100m では3位入賞、スピードがあります。その篠田さんが先頭を奪いました。そして上がってまいりましたのは埼玉栄、埼玉栄の第2走者は吉田さん、吉田さんは 400m 競争3位入賞。さあ先頭争い共愛学園、そして埼玉栄、さあ第3走者は共に1年生です。埼玉栄は大野瑞奈さん、そして共愛学園の清水夏美さん、1年生同士がバトンを運びます。そして太田女子は 800m 競争で入賞している、木村さん、さあ逃げます。埼玉栄第3走者の大野さんさあ走力があります。選手がバトンをつないでおります。そして追いかける共愛学園は1年生清水夏美さんさあまずは埼玉栄、共愛学園、そして大田女子が続きまして、その後ろは国学院栃木、勝敗と続いています。さあ先行逃げますのは埼玉栄、さあアンカー待ち受けますのはこちらも100m のチャンピオン、2年生の鈴木和也さんが待ち受けます。さあバトンがつながりました埼玉栄、そして追いかけます共愛学園は 100m 出場の中条さん、中条、そして太田女子、伊田玲奈さん、差が広がりました。埼玉栄チーム逃げます。100m のチャンピオン、そして
ください。北関東は埼玉栄チームの優勝でした。おめでとうございます。